はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久しぶりに都内の撮影、阿佐ヶ谷に来ております。いや、こっちの方はね、普段も僕あんまり来ることがないんだけれども、ちょっとね、気になる家系ラーメン屋さんを求めて訪れました。本日はですね、阿佐ヶ谷にございます阿佐ヶ谷さんにお邪魔しようと思っております。こちらのお店さんは神奈川でも超有名店、鈴木屋さんご出身の店主さんが営まれているラーメン屋さんらしくてですね、もちろん僕も神奈川に住んでおりますので、鈴木屋さんは食べております。めちゃくちゃ好きなので、今回はですね、だいぶ期待が高まっております。で、いつも通りね、家系のお店さんなのでデカ盛り等ではなくて、まずは何もトッピングしてないラーメンとライス、通常のね、ラーメンを味わいながら、その後自分なりのカスタマイズをして楽しんでいこうと思います。で、阿佐ヶ谷さんはこの商店街中にあるみたいですね。あるみたいというか、もう商店街入ったらすぐございました。こちらね、目の前に見えておりますのが本日お伺いさせていただく阿佐ヶ谷さんでございます。もうそろそろですね、約束させていただいている時間となりますので、早速ね、店内に入りましてラーメン食べていこうと思います。ということで、ただいまですね、阿佐ヶ谷さんの店内に入っております。もうね、店入った時からいい香りしてますよ。本当にね、こちらのお店さんは繁盛店なの で、僕の撮影が来る前までかなり忙しかったみたいです。平日でも結構ね、混む時間帯は多いみたいなので、さっとね、食べたいよって方はこのアイドルタイムとか閉店ギリギリですねを狙ってぜひね、食べに来てみてください。でもうすでにですね、注文の方は完了しております。1杯目のね、ラーメンが到着するまでもう少々待ちたいと思います。それで、ありがとうございます。いただきます。美味しそうということでですね、ただいまラーメンが到着いたしました。こんな感じでですね、もちろん本日もお好みは麺の硬さも味の濃さも油の多さも普通で注文させていただいております。それではね、早速いただきます。まずはね、こちらのスープからいただきたいと思います。うまそう。この瞬間がたまんないね。こちらのね、阿佐ヶ谷さんのスープは、げんこつのこの骨感と、あと背がらの肉感と、これがね、熟成感が進んでて、めちゃくちゃうまいね。うわぁ。また醤油の香りも立ってるんだけど、ちゃんとその塩のうまさが残ってるんだよね。めちゃうまいなぁ。麺いっていいっすか。麺、これですよ。やばくない？もう絶対うまいね。100% うまいわ、これ。で、今回ね、ラーメンを台にしちゃうと、ちょっとスープに対してどうしても麺が多くなっちゃうと思ったので、中で注文させていただいております。いただきます。あー、台にしたらよかった。麺すぐなくなっちゃうわ、これ。ライスいっちゃっていいですか。これはもう行かざるを得ないでしょう。よいしょ。これですよ、一番うまいやつです。じゃあちょっといただきます。うまい。うわ、うまい。ほうれん草と、まあ、海苔もね、合わせて、いただきます。はい。うまい。ツイッター見てくださってる方は分かると思うんだけど、僕体重がほんと80キロ近くなりまして、ダイエット中なんですよ。今まではね、こうオフでも家系ラーメンを週2回とか食べに行ってたんだけど、ちょっと我慢中なの。ジムも通ってね、ダイエットしてるから、久々の家系ラーメンがこんなにうまいのはもうやばいわ。刺さりまくってる。で、
並盛りだとね、チャーシューが1枚なので、これ贅沢にさ、海苔とほうれん草残ったものすべて巻いて麺とね、これ一緒に行くわけですよ。なあ、俺は。ほんとね、撮影も含めてなんだけど、三重系ラーメン食べたの2週間ぶりぐらい。こんなしみる。やばいよ。やっぱりね、皆さん、あのレンゲで飲むのももちろん美味しいんですよ。ただこれ、ね、丼から直接飲むとまたね、一段と香りが変わったりするので、ぜひちょっとお試ししてほしいんですが、阿佐ヶ谷さんのスープはすごい香るよ。ああ、うまい。さすがにちょっとね、ダイエット中ってのもあって、ちょっとさすがにね、ちょっと汁は我慢しようと思います。2杯目もあるんでね、この辺りで1杯目ごちそうさまということでですね、ただいま2杯目が到着いたしました。こちらですね、特選ラーメンの台、それに海苔や味玉で、もちろんほうれん草も追加させていただいております。で、今回はね、これライスだけではなくてチャーシュー丼も注文しております。もう2杯目なのに美味しいの分かってるからね、よだれが止まりません。早速いただきます。あー、やっぱ美味しい。上澄みは家系って鶏油があるから、最初はね、すごくまろやかだったり優しい感じの味わいになるんだけど、後輩になるにつれてね、醤油の塩分とかも濃くなってきて、口の中がね、慣れてきてもずっとね、新しい展開があるんですよ。だから本当にね、一杯大きいの食べてても全然飽きない。うん、阿佐ヶ谷さんね、この青ネギなんだけど、瀬戸内のなんか健康青ネギという、まあ、こだわりの、ね、あるネギを使ってるらしいので、ああ、辛みないし、臭みっていう臭みではないね、ネギの本当にいい香りのみ。うまっ。これちょっとトッピングすることをおすすめするわ。これね、阿佐ヶ谷さんの卓上なんだけど、結構ね、種類豊富なんですよ。基本あんまり僕この味変ってしないんですけど、ちょっとやっていきますか。ひとまずやっぱり家系といえばのこのニンニクいっちゃいましょう。個人的なおすすめなんだけど、やっぱニンニクをこれ入れちゃうと全部その味になっちゃうので、溶けないように海苔の上で少しずつ溶かして楽しんでいくのが個人的なおすすめです。レンゲにスープすくってニンニクを溶かしつつね、ちょっとこれいっちゃいましょう。いける、うまっ。楽しみすぎてるね、今日完全にエンジョイ会ですわ。ということでね、今ね、このライス完食させていただきまして、次ね、頼んであるチャーシュー丼行きたいところなんですけど、これせっかく卓上にマヨネーズありますんで、こういっちゃいませんかって話ですよ。いや、もうこれ絶対うまいでしょ。まずはラーメンと合わせてそのままいっちゃいますね。こぼれちゃうから、レンゲでもこぼれそう。
このさ、チャーシュー丼のチャーシューが甘辛い醤油で、いわゆるチャーシューと角煮、そのいいとこ取りみたいなお肉なんだけど、マヨネーズがやばい。贅沢に海苔とさ、ほうれん草とさ、ニンニク、さっきのちょっと合わせた麺と、これ合わせたら最高にうまいと思うんだ。これ卓上にございますごまを使ってね、一旦味変していきたいと思います。このさ、ごまがまとわりつくこの感じ、うまそう。合うな。個人的にはだけど、ニンニクよりもね、ごまが結構ハマってるかもしれない。やっぱ香りいいな。ちょっとこの辺りでほうれん草も追加してと。ライスが進みすぎちゃうよ。2個頼んだのにもうないからね。今日はね、特選にさらに味玉をプラスして2個入ってるんで、これ途中でね、今日は味玉いただいちゃいます。見えるかな、足で持つと、もうこの白身に弾力がある、ぷよぷよなぐらい完璧な半熟ですよ。そしたらね、これが最後でございます。あー、もう最後か。でだ、家系最後の楽しみといえば、濃いめのラーメンをいただいた後に冷たい水を飲む。これがね、普段の水よりもね、倍うまいから。ということで、本日はですね、阿佐ヶ谷さんで通常のラーメンと、それに加えて特選ラーメンに今僕がね、トッピング付け加えたいカスタムでいただいてきましたけれども、もちろん僕の現状もあるのでよりうまく感じてるかもしれないんだけれども、それをね、差し引いたところでとんでもなくうまい家系ラーメンでございました。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは概要欄の方からチェックをしてみてください。ということで、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。